You are listening to Ricky's Podcast College is brought to you by DJ リッキーがお送りいたします。Good morning! ポッドキャスト大学の DJ リッキーです。この番組はポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組をお送りしております。ポッドキャスターに関係する最新のテック情報や機材レビュー、海外情報、ライフハック情報を Apple Podcast、Spotify、StandFM をキーステーションにオンエアしております。さあ、今日お届けするトピックはこんなトレンド情報をお届けさせていただきます。Twitter Blue に課金して認証マークをもらって分かってしまったこと。アメリカでですね、昨日からツイッターブルーのですね、新しい課金が始まりまして、早速、DJ リッキーはですね、なんとアメリカにいますので、こちらのシステムをですね、ちょっとトライしてみました。まだ残念ながら日本の方では、このツイッターブルー、始まっていないんですけども、ですね、これね、どうなったのかということですね。ちょっとこれで、ここで説明していきたいなと思ってるんですけども、ですね、内容的には、いろいろと新機能、まあ、新しい機能がある、まあ、すごくね、やっぱり有料だけありまして、いろいろと便利なんですわ。で、まず一番大きなところは、認証アカウントのマークが出るっていうところですね。このツイッターのアカウント名の、右側のところですね、チェックマークが出ます。まあ、このチェックマークがあることで、まあ、このちゃんとベリファイされたアカウントである、いわゆる人間がしっかりと、まあ、コントロールしてちゃんとやってるっていうですね、認証のマークになっています。リッキーの場合はですね、リッキーの稲妻マークマイク比較ばっかりラジオっていうアカウント名で今やってますけども、そのマイク比較ばっかりラジオの右横のところにチェックマークが今ついているので、もしよろしければ日本の方もですね、見ていただけたらなと思います。実は概要欄の方にリンクを貼っておりますので、チェックしてみてください。まずこれが大きな変化ですね。一番認証マークがでかいかなと思います。そしてですね、他にもいろいろな機能がありまして、読まれた記事も見やすくなったり、いわゆるなんかね、ニュース系の記事がまとまってたりとかね、そういうボタンがあったりするんですよね。あとこれね、すごくかゆいところに手が届くんですけども、ツイートの削除や、またツイートの編集ができるようになっています。やっちゃったとかあるじゃないですか。やっちゃったみたいな。これツイートするんじゃなかったとか、これもうちょっと編集してやりたかったみたいなところですね。それをすることができるようになっています。でですね、ツイッターブルー、やりますと、ツイートをですね、ツイートしたときにすぐにツイートされるんじゃなくて、ちょっとね、リードタイムがあるんですよ。いわゆる30秒ぐらいですね、これツイートしますかみたいな感じでですね、Send now or、30秒後みたいな感じでですね、すぐツイートするかそうじゃないかみたいなことをですね、確認することができるようになっておりますので、まあ、デフォルトの中で、なんかツイッターのですね、ご送信を、まあ、もう本当にご送信をしにくくしてくれております。そしてもう一つ嬉しいのが、10分までの動画をアップすることができると。でしかもその動画はフル HD のビデオ動画をアップすることができるっていうふうになってます。まあフル HD だと全然、綺麗にね、4K の1個手前だったかな。なので、すごく綺麗な内容をお送りすることができますね。で10分までの動画ってなかなか YouTube、TikTok が10分まで上げられるんですよね、動画ね。だからまあ、そういう対抗してるのかもしれませんけれども、10分ぐらいの動画をアップロードすることができちゃいます。ちなみにですね、ちょっとこのポッドキャスト大学も実は動画にしてるところもあるので、アップしてみました。そしたらですね、一応なんかグラフが出てきて、どこまで人が聞いてくれていたかみたいな、そういうポイントがですね、表示されるようになっております。ユニークビューズと、またその離脱のポイントですね、だいたい0分、まあ30秒くらいで多分離脱されてると思うんですけど、今回ね、ちょっと今アップしてみた動画があったんですけども、音声の動画ですね、ヘッドライナーで作っている、YouTube にアップしている動画をですね、アップしてみましたら、そんな感じでした。多分まあこれがちゃんとした動画であればまたもうちょっと見られるようになると思うんですけども、そういうふうになっております。そして、オーディオタブズっていうのがありまして、タブズですね。オーディオタブか。オーディオタブっていうところで、まあ、今行われているスペース、このスペースのなんかこう面白い内容を探しやすくしたりとか、ニュースとかあったらそれをね、アーカイブを聞けたりとかしましたね。アメリカでしたら NPR とか、まあ、なんか CNN とかいろいろね、そのところが、Twitter のスペース上でもまあいろいろ議論したりとかしているので、そういうこう過去のオンエアを聞いたりとかすることができています。日本語のね、そういうオーディオタブズみたいなところもありまして、クリプト関係かな。クリプト関係で池早さんの、スペースの情報だったりとか、そういうのがね、なんか出てくるんですね。フォローしてる方々のこのオーディオで何を語っていたかっていうのがタブでまとめられていて、まあ、それを追いかけやすくなっているというところがあります。そして最後にもう一つ大きいのがですね、NFT がプロフィールになるっていうんですよね。NFT って皆さんご存知だと思うんですけど、ノンファンジブルトークンで NFT をアカウントですね、いわゆるプロフィールのアカウントにしてる方って非常に多いんですけども、日本ではまだそんなにいらっしゃらないかと思うんですけど、アメリカとかで NFT で、Twitter の、まあ、プロフィールのアカウントにしてる方いらっしゃいます。で、私もCNPJ ですね、これを持っていたりとか、他のちょっとね、ニッチなNFT を持っているんですけども、この NFT の中で、ポリゴンじゃなくて、なんだっけ、イーサリアムで管理されている NFT は、Twitter の NFT のプロフィールにすることができるんです。これちょっと何言ってるかよくわからないと思うんですけど、とにかくですね、イーサリアムで取引されている NFT であれば、Twitter Blue に課金して、NFT として、まあ、こう選べるということですね。そして、かつですね、その、なんだっけな、四角形じゃなくて、丸じゃなくて、ちょっとカクカクした感じでですね、表示することができるので、あ、この人 NFT 持ってる人なんだ、みたいなね、アーリーアダプターさんなんだ、みたいなね、アーリーアダプターかわかんないですけど、まあ多分そういう新しいもの好きで NFT とか持ってる人なんだ、みたいな感じでですね、認知されるようになっていきますので、すごく、そこもなんかこう、差別化の一つにつながるかなと思いますね。まあ、このいわゆる NFT 関係だったりとか Twitter ブルー関係だったりとか、まあ、ちょっとこう課金しなきゃいけないというところはありますけども、まあ、それをすることによってちゃんとこうなんかこう意識を持って発信してる人なんだみたいなちゃんとこうコンピューターじゃなくて人がやってちゃんと意識を持って発信してる人なんだっていうことが分かるようになっておりますので、ぜひですねこれ Twitter ブルー日本に来たらですね必ずやっていただきたいなと思いますし、ぜひですね、アメリカにいらっしゃる方も、またそこのどこかの他の国にいらっしゃるリスナーの方もですね、この Twitter ブルーやってみていただけたらなと思います。今日は久しぶりにですね、この最新のトレンド情報ということで、Twitter ブルーに関してお届けさせていただきました。またですね、これやってみた情報などをまとめて、音声とかブログでもアップしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。改めまして今日は Twitter ブルーに課金して認証マークをもらって分かったことというテーマでお送りさせていただきました。ぜひ皆さんのまたこういったトレンド情報を追いかける参考にしていただけたら嬉しいです。さあいつもはですね、ポッドキャスト情報を流してるんですけど、今日ちょっと久しぶりにトレンド情報をお送りさせていただきました。今日のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。リッキーの Twitter 生ポッドキャスト情報やライフハック、ガジェットに関する情報を発信しております。番組の感想は専用メールもしくは専用フォームから。新着を聞き逃さないようにするには無料サブス登録が便利。あなたの朝時間にポッドキャスト情報が必ず一つ届きますよ。 Thank you very much for joining Ricky's Podcast Courage. This podcast has been brought to you by DJ リッキーがお送りいたしました。 Have a wonderful and fruitful day. 素敵な一日をお過ごしください。いってらっしゃい。バイバイ。 This podcast has been brought to you by DJ Ricky.